北朝鮮が、核武装したと、そのしたかしないかわからないという人もいるけども、しかしアメリカはですね、少なくとも北朝鮮が核開発に成功したと、核爆弾を持ったという前提のもとに、交渉をしているわけですね。もうそうでなければそんなアジアのですね、世界最貧国の一つなんかアメリカ相手にしませんよ。だから持ったということになるんでしょう。日本国憲法はですね、その周りの国々はみんな善意と正義というふうな塊なんだということでね、日本はその軍備を持たないとか、あるいは国際紛争解決の手段として武力行使しないとかっていうことをみんな歌ってるんだけども、その近隣の国でですね、かなり日本に敵意を持っているということが明らかな国で、現に日本国民を拉致してですね、返さないような国が核兵器を持ったっていう時に、日本がスポンポンのポンでね、そうやっていけるかどうか。外交っていうのはね、その武力を使わない戦争だと言われてますけども、やはり武力が背景にあるかどうかでね、非常に違うんです、発言権がね。武力は使わなくてもですよ。で、日本外交が腰抜けだって言ってるのは、それはしょうがないんですよ。それは日本にはその自衛隊という相当盛況なその実力部隊があるんだけども、その国際紛争解決のために使っちゃならんということが憲法で縛られてるから。ですからね、そのどうしても日本外交っていうのがそういう点では、なんていうのかな、へっぴり腰になったという批判を受けるわけですね。ですけど、これまでのね、その政府の国会などにおける公式見解ではね、いわゆる自衛のためならば小規模の核兵器を持つことができるとかね、あるいはその集団的自衛権も日本にはあると、あるけども、その実際には行使しないというふうなことであるとかっていうことでね、これまでもそういうことについて全然政府見解で否定してはいないわけですね。で、私はね、今日本が核武装をした方がすぐした方がいいかどうかについては疑問が持ってるんですね。というのは、日本は核拡散防止条約にも入ってるし、そして日本は核を持たないということのもとで各国と付き合っているわけだから、今日本が核をすぐ持つことはどうかなと思うんだけども、しかし近隣諸国がね、そういうその核をみんな持つと、少なくとも核廃絶に向かわないで逆行してるんだって言うならば、日本も自衛のためには核兵器を持つことだってあるよというぐらいのことはね、やはり言ってちってもおかしくないんじゃないかと。それがやはり一種の抑止力になるしね。それから非核三原則ってなりますね。作らず持たず持ち込ませずっていうけども、この持ち込ませずについてはね、それはちょっと余計なような気がしますね。つまり、在日米軍がこう、日本を通過する、例えば軍艦が通過するとかね、爆撃機が通過するという時に、それが核兵器を持っているかどうか検証することは日本ではないんですよ。しかし日本政府見解というのは、もし持っていれば日本に言うはずだと、言わないから持っていないはずだというだけでね、自ら目隠しして、見ないふりをしているわけでね、そういうそのフィクションはやめてですね、少なくともその日本に来てる米軍は核を持ってるか分かんないよと。で、米軍は核を持ってると思ってないとも言わないということを思って、核戦略の基本にしてるから言わないんですけども、やはりそういうことぐらいはやってですね、それ多角的にやはりその日本はその核アレルギーから一歩踏み出してね、そしてやっぱり日本の国を守る手立てっていうのはやっぱり考えるべき時に来てんじゃないかなと思ってるんですね。朝鮮戦争の頃かな、そうですね、早い段階でね、はい、現にトルーマン大統領によってその連合軍の最高司令官を解任されたマッカーサー元帥はね、朝鮮戦争の時にいわゆるその中朝国境地帯に核を落とそうということを言ってね、それがワシントンでその危険だということで解任されたと言われているわけでね、そういうことを彼が考えたという以上は核を持ってたに違いないしね、
現に沖縄返還の時における、まあ、いわゆる密約と言われるものの中にもね、まあ、一朝有事の際にはカデナやその他のこれこの基地において核を持ち込むよと、その時には日本政府も速やかにうんと言ってくれよというふうな条項が、いわゆる秘密条約であったということもね、まあ、今明らかになってきてるわけで、持ち込んでるのにないないというふうな虚構をね、フィクションをやめてね、むしろアメリカの核を持ち込んだらそれを武器にしてね、近隣諸国に日本に手を出せばこういうことになるよというぐらいのね、まあ、ブラフというか、あれをするぐらいのやっぱり外交をね、展開しなければ嘘だと思いますね。例えばアメリカだって、まあ、そのつまり思いやり予算だけだって年間に2000数百億の金払ってるわけですから、それならばそれなりのね、やっぱり利用をしてですよ、まあ、例えば北朝鮮や何かに対してもね、まあ、その日本は持ってないけども、こういうことがあるんだよということは示していいんじゃないかと思ってますけどね。